宙、銀河列車、アイオン、 SF 映画の世界にでも召喚されたのか。俺の体の中に性格とかいうわけのわからないものまで。星を捕まえてるの？うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時、それを列車のみんなに見られたんだよ。超気まずかったな。そうだよ、何か奇妙な宇宙生物を観察してるみたいだった。でも仕方ないよね、みんなうちのことを知らないわけだし。あんたは想像できる？列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。姫子と妖おじちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かしてうちを助け出してくれたんだ。さあね、昔のことは全然思い出せなくて、うちが誰なのかも、本当の名前も、どこから来たのかも、全部きれいさっぱり忘れちゃった。美月なのかって名前も、うちが目を覚ました日にちなんでつけただけ。だからうちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。そんな顔しないでよ。星宮列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。二人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。うん、毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな、パム。もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これを名の転び八起きという、なんちゃって。